はい、というわけでやってまいりました。今日はね、雑談動画ということでやっております。今これ運転してるの、実はね、ホンダフィットの、モデル X なんですよね。実行空力デバイスを、まあ、備えた、この空力マックスといった車なんですけど、この車ね、実は300万ぐらいします。私ね、ちょっと今乗ってて感じたんですけど、これ安いなと。いや、みんなフィットで300万ってこれは高えよと思うんですけど、これナビとかつけたら318万やったかな ?318万。そうそう。なんですよ。高級車。いやー、でもね、ちょっと今高速道路乗って、そこ結構50キロぐらい飛ばせるとこずっとね、走ってたんですけど、ちょっとね、やっぱグレード感上がってるわ。フィット。ちょっと一個超えてるような感じがする。ちょっとね、大げさなような言い方なんですけど、これなんやろうなぁ。なんかね、静かなんですよ。静かっていうかね、こう安定してる。その、今までの考え方っていうのが変わりましたね。スポーツカーに対しての考え方。これね、ハイブリッドカーで、まあ 1.5 リッターなんですけど、昔のようなハイブリ、スポーツカーっていうと、どうしてもね、このエンジン音バン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 ね、回転数を上げて、乗るっていうね、感じだったんですけど、まあサスペンションもね、ガチガチのね、車高を下げてね、ブイブイ言わすみたいな、そういう時代がありましたよね。まあ今もそういうか、もう乗ってる方はいらっしゃると思うんですけど、そういう感じではなくて、このフィットのモデュール X は、もっとね、この乗り味を追求したっていう感じですかね。大人スポーツっていう感じがします。すごいね、乗り心地がいいんですよ。乗り心地が増してるんですよね。なので、なんて言うんでしょうね、スポーツカーなんですけど、この、走りというよりは、この乗り味っていうのが追求されたモデルなんだなという感じします。で、やっぱこう、目でね、見るところ、この革張りのステアリングだったりとか、このシートだったりとか、これリュクスベースなんですよね。で、革張りのシートとか、その辺がね、結構ラグジュアリー感も増してるなという感じもします。で、見た目はね、やっぱね、フィット3から4になって優しい顔つきになったんですが、まあそれでもこのモデュール X だいぶね、このバンパーのデザインとかが、まあちょっと攻めてるなというデザインになりましたよね。まあその辺も他のフィットと違うなという、まあ所有感のある車なんだなという感じがします。で、ところどころね、やっぱちょっとずつ違うんですよ。その、極端にね、デザインが変わってるわけじゃないんですが、ちょっとしたね、パネルの構造だったとか、こうポッチがね、ちょっとついてるだけで、こんなにこの差があるのかっていう感じがするんですよ。で、このサスペンションと、このホイールね、モデュールのホイール、こいつは最高です。いや、これね、サスペンションだけ変えてもダメなんじゃないですかね。サスペンションと、このホイールと、このボディの、この空力性能をまとったボディね。この3つのこのセッティングが、この絶妙なセッティングですよね。それで、この乗り味が体験できるということで、この後からポン付けじゃダメなんじゃないですかね。まあ、この、で今フィット乗ってるからこのモデュールを仕様にしたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあパーツで買えるとは思うんですけど、まあでもちょっとこれ乗り比べたら差は出てくるんじゃないですかね。まあでもこのホイールはちょっと欲しいな。いや、私ホンダ E 乗ってるんですけど、このホイールにちょっと変えたいなっていう感じしました。16インチでね、いや、いいんですよ、この大きさがね。17とかなると、このタイヤがね、扁平がこう薄くなっちゃうんで、乗り味がね、だいぶ変わってくるんですよ、それだけでね。タイヤでだいぶ乗り味って変わります。いや、フィットね、フィットってええ車や。これ300万よ。まあ、できたら200万台で買いたいけど、私、ホンダ E の電気自動車乗ってるんですよ。あれがね、460万でした。車両価格450万ですけど。ね、それから比べると、もう後部座席も広いし、この走れる距離っていうのがね、やっぱ全然違うんですよね。で、この完成度、完成度が高い、フィット。かなり上がった。で、さらに、この、ね、
あの実行空力デバイスということで、さらにもう一段階上を行った感じがするんですよね。これあれこれええんちゃう？今 SUV が流行ってますよね。あのベゼルとか出ました。あれもかなりね、今やっぱ流行りでね、 SUV でタウンユースで乗ってもかっこいい、もう言うことない車なんですけど、このフィットみんな忘れてねえか。フィットフィットの良さをみんな忘れてねえか。これちょっと一回乗ってみろよって感じするわ。特にね、スポーツカーが好きな方もいいんですけど、やっぱりね、どうしても乗り味ってね、犠牲になっちゃうんですよね。その辺が、これちょっと切り詰めてるって感じがしてね。いや、それでこのボディサイズよ、もう乗りやすくてしょうがない。ちょっと今ここ、段差ね。車体が浮かない。こうでしょ？こうなぞるように、地面をこうなぞるように、こうね、タイヤの接地面積がその保ったように走れるっていう感じかな。そうそうそう、こう地面をこう常にね、タイヤがこう食らいついてる感じするんですよ。こう跳ね上がるとちょっと浮いちゃうでしょ、ボディってね。それをね、うまいことこの減衰力っていうのをこの抑えてるっていう感じがしますね。はあ、なるほど。これフィット、これモデル X、今からフィット買う方、これ選んだ方がいいかもしれん。これ長いことねえ、この車はひょっとして10年ぐらい乗ってもいいんじゃないですか、これ。ずっと乗るんだったら、この完成度ありだな。そんな感じがする。このホンダセンシングもね、結構最新のがついてるんで、これ長距離もかなり楽だと思う。本当に。追尾してくれるし、前の車。で、ハンドルもね、LKS でね、もう勝手に曲がるんですよ。まあ、ただ手を添えとかないとダメなんですけど。いや、かなり先進的で燃費も良くて、ボディサイズでこの乗り味。300万安いね。はい、というわけで今日はこの満足のいくモデュール X。 いや、これ本当に満足いくと思うで。というわけで今日はこんな感じで雑談動画でした。面白いと思った方は皆さんグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今日はモデュール X 乗りましたっていう動画でした。じゃあね、ボーイ。